新型コロナウイルス対応の経済対策の一つ、現金給付について、今後、与党間で調整が進められる見通しです。岸田総理は昨夜、民放の番組で、公明党が掲げる高校3年生までの子どもに一律10万円相当を支給する案について、現金給付は行うべきと思っている、範囲について重なる部分はあると思うと理解を示しました。 新型コロナの影響により苦しんでおられる非正規、そして子育ち世帯などお困りの方々を守るための給付金、この支援を実行していきたいとこういうことであります。木原副長官はこのように述べた上で、今後、与党間で制度設計を進める考えを示しました。新型コロナの経済対策をめぐっては、財務省の矢野次官がバラマキ合戦の政策論などと異論を唱える記事を寄稿していて、 政府内での足並みの乱れも指摘されています。